この人造人間たちが現れたが、悪いことは何もしていない。だからどう接したらいいかわからない。爆発を見た。あの BOS の持っていた飛行船が空全体。ダイヤモンドシティ・サープラス。こんにちは。インスティチュートの存在を示すためにここにいます。ねえ、話してください。ねえ、やりました。敵を行動不能にして人類のより良い未来を守りました。どうでもいいわ。息子に戻ってきてほしいだけ。知っています。ですがインスティチュートには息子さんの代わりとなる強いリーダーが必要です。あなたの仕事はまだ始まったばかりです。そして次の行動についてお伝えしたいことがあります。レールロードと BOS は破れましたが、根絶はしていません。時には抵抗勢力に出会うこともあるでしょう。彼らが再結成するのを許しておくわけにはいきません。じゃあどうすればいいと思う？用心を怠らないことです。彼らを探して戦力を分散させれば、こちらは攻撃に弱くなります。いずれ彼らはこちらを狙ってきます。そうなった時の備えをしておきましょう。ともあれ勝利を味わい、息子さんを忍ぶ時間を取りましょう。私自身もそうしたいのです。なんてこった。 BOS が排除された。インスティチュートは中途半端なことはしないだろう。インスティチュートに味方することが本当に正しい選択だったと。別の方法があればよかったけど、そんなものはなかった。 BOS は引く気がなかったのよ。奴らは撃ってから聞いてくるタイプだからな。その点は確かだ。何にせよ済んだことは済んだことだ。新しく出来上がった世界とうまくやっていく方法を考えなければならない。それだけだ。インスティチュートが勝ったよね。全てあなたのおかげだって噂。さぞ鼻が高いことね。一緒にインスティチュートの未来を守ったわけよ。これがどれだけ誇らしいことか。は？なんだって？連邦の未来はどうなるの？どういうことか、ちゃんと分かってるの？夜になると人々が誘拐されるってこと、近所同士で敵対し合うってこと、そしてもう誰も止めない。連邦にこんなことが必要だなんて本当に思ってるの？人類を守るのに必要なことをした。望んでいないことだったらごめんなさい。つまり人類を守る計画に連邦は入っていないということなんだ。あなたが築いたこの新しい世界にどんな可能性があるのかわからないんだ。インスティチュートが勝ったよね。全てあなたのおかげだって噂。さぞ鼻が高いことね。連邦で一番読まれてる新聞じゃないけど、これは成功と言っていいわね。へえ、面白い人だね。どういうことか、ちゃんと分かってるの？夜になると人々が誘拐されるってこと、近所同士で敵対し合うってこと、そしてもう誰も止めない。連邦にこんなことが必要だなんて本当に思ってるの？連邦に必要なことなんて知ったことじゃない。インスティチュートは今や人類の未来よ。彼らのために正しいことをしただけ。そんなことを本気で信じてはいないのだと思いたい。どちらのためにも、あなたが築いたこの新しい世界にどんな可能性があるのかわからないんだ。あんたはインスティチュートがプリドゥエンを攻撃したとき指揮を取っていた一人だそうだな。なぜそんなことをしたのか教えてくれないか。なぜあのブギーマンどもに味方したんだ。 BOS が連邦にやろうとしていたことは知っているでしょう、ニック。こっちは当然のことをしたのよ。おい、俺ほど BOS を嫌う理由を抱えている奴もいないと思っていたが、壊滅までさせるか。しかもレールロードまで。あの人たちはみんな死んだんだ。何のために。
マッドサイエンティスト集団が満足するまで連邦を略奪し続けられるようにってか？あんたが住みたいのは本当にそういう世界なのか？立ち入った質問じゃないかしら、ニック。こっちはクビにされたんだ。連中がトップに立つのは見たくない。でもそんなちっぽけな理由じゃないんだよ。初めて会った時からあんたはここを変えるだろうってずっと感じていた。まさかこうなるとは思わなかった。あんたはインスティチュートがプリドゥエンを攻撃した時指揮を取っていた一人だそうだな。なぜそんなことをしたのか教えてくれないか。なぜあのブギーマンどもに味方したんだ。何ですって？昔の友人たちが勝利するのを見てあなたは喜ぶと思っていたけど。あんたの過ちリストに書き加えないといけないようだな。 BOS もレールロードも壊滅させて当然だというのか。あの人たちはみんな死んだんだ。何のために？マッドサイエンティスト集団が満足するまで連邦を略奪し続けられるようにってか？あんたが住みたいのは本当にそういう世界なのか？あなたはあのマッドサイエンティストのおかげで存在しているのよ。奴らに攻撃されてるんだろう。初めて会った時からあんたはここを変えるだろうってずっと感じていた。まさかこうなるとは思わなかった。